ですね、なかなかそういう空間に歌わせていただけるという機会は少ないので、もうそれこそこう、いつも以上に身を引き締まる思いをステージに立たせてもらっているんですけど、やっぱりまあこう、なんていうんですか、神聖な気持ちになりますよね。歌をお客さんに届けるっていうことももちろんそうなんですけど、逆にこう、神様の歌を奉納するみたいな気持ちになりますよね。ある場所でこう歌うとね、結構いろんな人たちの手によってこう建てられているものですし、まあ、今となってはこういろんな人たちの手によってその場所が守られているので、それはもうすごいパワーがある場所だなっていうのを毎回感じますね。福島神社のあの時の感動は忘れられないですね。またやってみたいですし、もう夕暮れの期間が始まって、でどんどん日が沈んでいくにつれて、その潮も満ちてくるんですね。でその潮を波がこう厳島神社のこう柱にチャプチャプと当たる音とかもまたこう心地よくて、あれは本当に素晴らしい空間だったなって今でも思い出しますし、夕日が暮れると向こう側にライトアップされた鳥を見ながらこう歌うことができたので、あれはすごい空間でしたね。そう、いろんな神社仏閣でやらせてもらいましたけど、あとはこう世界遺産のその神社の格好もありましたし、場所としてはやっぱりですね、白川とかとすごく良かったですね。未だにあそこで寝暮らしている方もいるっていうのが、なんかもうそこだけも別世界ですからね。なんか日本昔話の世界にこうタイムスリップしたかのような、なんかああいう景色ってあまりにはないんですけど、でもこう行ってみるとなんかこう懐かしい感じ、決してそこで生きてきたわけではないんですけど、なんかそういう感覚になるのが日本人のこう、なんていうんですかね、日本人ならではのその感情なのかなと思いますからね。ああいう場所に行くと、まあ、いろんなものがね、もう多様化してて、なかなかそういう場所に行くっていう機会もないっていう人が多いと思うんですけど、また改めてね、そういう日本の芸者にも行ってほしいなと思いますね。外人の方が知ってるみたいですよ。よりこう、日本語喋る外国人の人とかってね、やっぱり、より日本人よりも日本人らしかったりとかすることって、あるじゃないですか。台湾の人とかもね、ほんとこう日本大好きですし、日本人よりも台湾が日本のこと知ってますからね。台湾の人とかなんか見習わないとなって思う瞬間もたくさんありながら、僕はこう音楽っていうものを通してその日本の良さを伝えられたなとは思うんですけど、あ、そうです、さっきあれありましたね、どこで歌ってみたいかって、東大寺の奈良の大仏の手のひらみんな降りて、まあ無理ですね。